ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回の動画では、中国の宇宙開発事情について紹介していくぜ。宇宙開発って言うと、なんとなくアメリカの NASA がトップで、その次にロシアが来て、ヨーロッパやアジアの先進国が続いているイメージだけど、アメリカが宇宙産業を牽引していることは間違いないが、さすがにロシアは今は宇宙開発どころじゃないだろうな。それで言うと、今の中国の宇宙開発事情ってどうなの？著しい経済成長に裏打ちされた積極的なチャレンジが功を奏して、世界でも有数の宇宙開発力を有している、といったところだな。2003年には、アメリカ、ロシアに次いで史上3番目となる自国技術による有人宇宙飛行も成功させているしな。しかも、1999年に打ち上げに成功した無人機から数えて5番目の宇宙船ということを考えると、かなりのハイペースで追いついたことになる。さすがはアジアトップの経済大国だ。ちょっと前までは、成長著しいものの実績や経験に欠ける、といった評価だったんだが、今ではロシアを追い抜いて、アメリカに次ぐ世界2位の宇宙開発大国、とすら見ている人も多いくらいだ。だがその一方で、成果の裏に隠された事故というのも少なくない。たくさんチャレンジを繰り返すと、それだけ失敗の数も増えるものだと思うけど、もちろん試行回数の多さゆえに、数パーセントの確率で起きる事故が件数を重ねてしまっているというのもある。だがそれ以上に、中国のロケット事情については、その安全基準の緩さがかなり問題視されているんだよな。というと、例えば、アメリカをはじめとした多くの宇宙開発国では、ロケットの発射場をできるだけ海岸近くに設置するのが当たり前なんだそうだ。発射時に事故や破損などがあると、ロケットの破片が空高くから降ってきて危ないからな。周りが海なら、もしトラブルがあって落っこちてきても影響は少ないというわけだね。だが、中国では平気で内陸部にも発射場を設置しているらしい。いやいや、そりゃ事故が起きて民間に被害が出るのも当たり前でしょ。また、普通はロケット側にも落下時の残骸をできるだけ人気の少ないエリアに誘導する、ように制御するシステムを積んだりするんだが、中国の開発するロケットには、このようなフェールセーフが備わっていないという指摘もある。フェールセーフって言うと、トラブルが起きた時、そのトラブルによって起きる事故の被害が少なくなるように、設計時点でコントロールしておく。って思想のことだよね。それがないってことは、トラブルが起きた時に大事故に発展してしまう可能性を排除できないってことになるよね。そういうことだ。自国以外の地域にも被害が生じかねない、危険で乱暴なロケット発射には、国際社会からも厳しい視線が浴びせられている。経済力もあって、世界有数の宇宙開発大国だというのなら、他の国にできていることができないというのはおかしいと思うんだけど、どうして中国は、そういう安全対策をしないんだろう。一つの大きな理由としては、打ち上げ費用の節約だと言われているな。他の国に迷惑をかけないようにみんなが支払っているコストを踏み倒して、その分だけたくさんロケット発射してるってこと？自分の都合しか頭にないんだね。あくまでそういう指摘もあるという話だけどな。ともあれ、今回の動画ではこういった中国の宇宙開発の負の側面、過去の悲惨なロケット事故について紹介していくぜ。さて、事故の紹介に移る前に、事前知識として動画冒頭の中国の宇宙開発事情に関する簡単な補足をしておこう。やり方はともかくとして、世界トップクラスの宇宙開発力を持っているのは事実って話だったね。まあ、最初に断っておくと、現時点で宇宙産業においてトップを走っているのはアメリカだな。何をもって各国をランク付けするかってのは難しいところだが、資金力も技術力もノウハウも、アメリカの右に出る者はいないだろう。もともとの発端は、冷戦時代に米ソが宇宙開発競争していて、その最終的な勝者がアメリカだったんだよね。まあ、宇宙開発以外にも様々な産業で争ってはいたけどな。国家の威信をかけたアポロ計画、によって旧ソ連を突き放したアメリカは、その後も業界トップの座を維持し続けてきたわけだ。最初の方は、旧ソ連がスプートニクの打ち上げだったり、初の有人宇宙飛行の成功でリードしていたんだっけ？でも、ソ連の方は上からの無茶ぶりがとにかく多くて、それが事故に繋がっていたってイメージだな。旧ソ連時代の悲惨な宇宙開発関連事故については、うちのチャンネルでも何度か動画にしているので、興味がある人はそちらも視聴してみてくれ。さて、アメリカに玉座を譲ったとはいえ、
旧ソ連が費やした時間や資金が無駄になるというわけではない。ソ連時代の宇宙開発を受け継いだロシアもまた、長らく宇宙開発先進国の中ではトップクラスで、世界2位の座を維持していたんだが、今はちょっと、それどころじゃなさそうだよね。ウクライナ戦争や経済制裁による疲弊、資金不足に汚職、スキャンダルなど、様々な問題に足を引っ張られているのが現状だな。なんか最近のロシアって、冷戦末期と同じようなルートを辿っているように見えるわ。ただ、ロシアの不動の2番手、の座を脅かしているのは、国内の問題だけではない。というと、他の国々も、アメリカやロシアの後塵を拝するばかりではなかった、ということだ。つまり、有力な対抗馬となる宇宙開発先進国が次々に登場して、ロシア以上の成果を上げ始めているというわけだな。ほうほう、ヨーロッパで言うと、先進国が共同で設立した研究機関 ESA の資金力や人材の豊富さがやはり抜きん出ているな。現在は22カ国が加盟しており、いずれの国々も単独の技術や資金力ではロシアやアメリカ、それどころか中国や日本にすら劣っているものの、その分、手を取り合った時の総合力で勝負している、ということだね。そういうことだな。アジア諸国で言うと、宇宙開発業界への参入それ自体は欧米諸国よりも遅い1970年代以降だったんだが、現在では、中国、日本、インドの3カ国が世界でもトップクラスの宇宙開発推進国に挙げられている。おう、日本もアジアのトップ3に入ってるんだ。このあたりは、技術大国としてのメンツを保った、と言ってよいだろうな。今年の2月には、JAXA が鹿児島県の種子島にある宇宙センターから新型主力ロケット H3 の打ち上げを成功させているし、他国と比べると開発資金や規模でどうしても劣るものの、一般産業の技術力の高さでそれをカバーしている。あまり話を聞いたことないけど、インドの宇宙開発ってどうなの？今まで例に挙げてきた米ソ ESA 日中に次ぐ開発規模とされているな。世界でもトップクラスで、中国と同様に急速な成長を続けている最中といったところだ。さて、ここからは肝心の中国の宇宙開発事情についてだが、経済力では他国に抜きん出ているけど、安全対策がかなり適当って話だったね。中国の宇宙開発を進めているのは、冷戦終結の地の1993年に設立された国家行政機関、中国国家航天局 CNSA だ。これまでに有人宇宙船、神舟、や、2022年に組み立てを完成させた宇宙ステーション、天宮、などの実績がある。2019年には、月探査機、ジョーガ4号、が世界初となる、月の裏側への着陸、を成し遂げているな。素直に受け取るならすごいことなんだけど、その裏で起きた悲惨な事故の話を聞いちゃうとな。ロケット打ち上げ回数なんかは、現在は米中の2カ国でトップ争いが続いている状況だな。アメリカからは明確にライバル視されており、また宇宙開発の目的についても将来的に軍事転用するつもりなのでは、と睨まれているぜ。いやでも、そもそも宇宙開発と軍事産業って切っても切れない関係というかさ、ミサイルやロケットだって、より遠くの相手に空高くから攻撃をする、というコンセプトが根っこにあって、そこから開発が進んだんじゃない。とはいえ、一応国際的なルールとして、宇宙開発は平和的目的のために行うもの、という決まり事はあるんだよ。当の中国も、現時点では国民経済発展のため、というお題目を掲げてはいるんだが、何か怪しい動きがあったりするの。習近平国家主席の軍民融合の動きが懸念されているんだ。軍民融合、戦時中のような非常事態でなくとも、民間の技術や資源を軍事産業に活用していこう、という国家戦略のことだ。もともと中国の宇宙開発は、かつての毛沢東が掲げた、両弾一星、というスローガンがそのベースにある。その両弾一星ってのは、両弾は原爆や水素爆弾、大陸間弾道ミサイルのことだ。そして一星は人工衛星、すなわち核をはじめとする軍事技術と宇宙技術は、中国が独自に同時的に開発していこう、ってものだな。つまり、もともと中国にとって、ミサイル開発と人工衛星開発はひとまとめにされていたってことだね。そのあたりは、米ソの宇宙開発競争と同じスタートか。先ほども言ったように、その後に宇宙開発の目的は国民経済発展のため、と切り替えてはいるんだが。昨今、中国では国内の新興の宇宙企業が次々に誕生している。もともとは、宇宙開発技術は各国の政府や公的機関が主導するもので、そこには軍事転用禁止という国際的なルールに従う流れがあったわけだが、
民間の技術を軍事に取り込む、というスローガンで、バレないようにこっそり宇宙関連の技術や知識を吸い上げて、そのルールを踏み倒そうとしているんじゃないか。ってことだね。そういうことだ。標準的な安全対策すらずさんで、どれだけ自国民や近隣諸国を危険にさらしてもお構いなし、というルール無用のスタンスもまた、その推測を裏付ける要因になってしまっている。こんなやりたい放題やって国際常識を無視しているような国が、宇宙開発技術の軍事利用は禁止、っていうルールだけは真面目に守るとは、到底思えないもんね。とまあ、そんな中国の宇宙開発事情を紹介したところで、なんか事故の話を聞く前から不安な気持ちになっちゃったんだけど、ともあれ、ここからは実際の中国で起きたロケットの事故を見ていくことにしようか。確か、普通は海沿いとかに発射場を設けるのに、中国は内陸部にも発射場を置いていて、そのせいで打ち上げ失敗すると破片が普通に陸地に降ってくるって話だったね。中国の打ち上げ失敗からの事故で、特に有名なもので言うと、人工衛星打ち上げロケット、長征の失敗事例だろうな。直近では、2019年にも、長征 35B の打ち上げ時に事故が起きていて、発射場近隣の居住区域にブースターが落下してきて、民家が破壊されたりしていたな。わぁ。まずはこの事故をもう少し詳しく見ていこうか。2019年11月23日午前8時55分、中国西南部の内陸にある四川省の最小衛星発射センターから、長征3号の打ち上げが行われた。打ち上げの目的は2機の衛星を軌道に送り込むこと、で、このミッション自体は成功したんだが、ロケットが切り離したブースターがそのまま落下してきてな。いやなんというか、そりゃ陸地でロケットを打ち上げて、その上空でブースターを切り離したら、そりゃ地面に落ちてくるでしょって感じなんだけど。普通、ブースターというのは落下位置を計算して、被害の出ない海域を選んで落としたり、大気圏内で燃えて地上まで落ちてこないようにサイズを小さくしたりするんだそうだ。だが、中国のロケットのブースターはそのサイズが非常に大きく、残骸がいつどのあたりに落ちてくるのか予測がつかないんだよな。おいおい、よその国まで巻き込んで勝手にロシアンルーレット始めないでくれないかな。今回のケースでは、ブースターが落下したのは発射場近隣の居住地域で、運悪く直撃した民家が破壊され、また有毒な燃料や煙が周囲一帯を覆ってしまった。一応、落下予測地点付近においては、住民に対して事前の警告や避難命令が発令されていたんだが、打ち上げの度にわざわざ避難しなきゃいけない、しかも運が悪いと自分の家がそれで破壊されるって、そこに住んでいる人たちからするとたまったもんじゃないね。ただ、この発令に従わなかった人もいたようで、落下直後の惨状を捉えていたスマホ映像が SNS で拡散されてしまってな。おかげでこの事故がすぐさま世界中に知れ渡ることになったというわけだ。NASA の諮問委員の方などは、中国の緩い安全基準を見たら、環境や人の安全のために厳しい規制を設けているアメリカ当局は卒倒するだろう、と、皮肉たっぷりのコメントを発表している。しかも何がやばいって、この事故単独じゃなくて、過去にも似たようなことをやらかしているのにまた繰り返したってことだよね。そうだな。衛星打ち上げロケット、長征について言うと、1995年、1996年と立て続けに事故を起こしており、そのどちらでも大量の死者を出しているからな。ええ1995年の事故では、同じく最小衛星発射センターより打ち上げられた、長征2が打ち上げ直後に爆発事故を起こして、20人以上の死者を出している。翌1996年の事故はもっと悲惨で、長征 3B が打ち上げ直後に制御を失い、そのまま近隣の村に墜落、爆発してしまったそうだ。どちらか単独でも大事故なのに、2年連続って。というか、なんでこれほどの事故を起こしても、内陸の発射場は危ないからやめておこう、って発想にならないのよ。後者の墜落事故はメディアによって死者数の統計にばらつきがあって、中国政府の公式確認では死者56名と発表している。一方で、西側メディアは、この事故の規模でそんなに犠牲者が少ないわけがない、と、数百人規模の死者数を疑っているそうだ。まあ打ち上げ直後に墜落して爆発したんなら、燃料とかもほぼ満タンだろうしな。2020年以降も中国ロケットの打ち上げの失敗は相次いでいるんだが、中国は基本的に落下被害に関する詳細な情報共有というものをしないそうでな。これについては、特に NASA から激しく糾弾されているんだが、落下情報の共有もそうだけど、そもそも当たり前に落下するものを何度も繰り返して打ち上げてる方が問題でしょ。繰り返しになるが、中国のロケット落下問題については、
その根っこにあるコストダウンのために安全対策を切り捨てるという思想が大きな原因となっている。通常ロケットは重箱弁当のように複数の機体を積み重ねて使い終えたブースターは随時切り離す多段式ロケットと呼ばれる構造になっているんだが、細かくブースターを分離することで一つ一つのサイズを小さくして大気圏で燃え尽きるように計算しているんだったね。だが中国のロケットはこのような多段式のブースターではなく、コアとブースターが一つずつの二段構成というのが主流らしい。いちいち何度も分離させなくていいから、その分だけ必要な部品が減ってコストが節約できるってわけね。それに、多段式の場合はどこか一箇所だけでも分離が失敗すると、それが打ち上げ失敗の要因になってしまう。だが、中国のロケットはこの分離が1回だけなので構造もシンプル。一度の分離に成功さえすれば打ち上げはほぼ成功なので、失敗のリスクが低いんだ。その割には、打ち上げ直後に落下した事故とかあったけどね。まあブースターの分離の成否以外にも、打ち上げ失敗につながる要素は山のようにあるからな。このように、単純な構造ゆえの利点というものもあるが、その分だけ各ユニットのサイズや重量は大きくなるんだ。そのせいで、大気圏で燃え尽きずに地表まで落ちてきちゃうんでしょ。しかも、落ちる場所をコントロールするための装置もついていないとか。一応、地球上で人が住んでいる陸地の割合というのは、それ以外の土地や海に比べてかなり少ない。ましてや、落ちてきたブースターが人や民家に直撃してしまうような可能性というのは、低いと言えば低いんだよな。いや、可能性が低いからオッケー、とはならないでしょ。そうだな。たとえ確率がほんの数パーセントだったとしても、起きてしまえば取り返しのつかない悲劇になる。だから、他の国や民間の宇宙開発企業は、その可能性をゼロに限りなく近づけるために、資金や時間を割いているわけだ。そもそもなんだけど、そういう悲劇が起きるかもしれないのにほったらかしにしている、という中国のやり口って、ルールとしてはオッケーなの。難しいところだな。先ほど話に出した落下制御に関して言うと、国際的なガイドラインは定められてはいるものの、法的拘束力がないというのが実情だ。普通は法的拘束力がなかったとしても、それで誰かが死ぬかもしれないって思ったら、避けるための試行錯誤は当たり前の努力としてやるもんね。でも、中国にはその常識は通用しないってことか。また、この手の事故のような悲劇が起きた時に、どのような罰則や賠償が適用されるのか、という問題もある。宇宙損害責任条約というものがあるにはあるんだが、この条約だけではそこまで責任を追及できるのかが難しかったり、そもそも批准していない国もあったり、あんまりうまく機能していないのね。2020年には、アフリカ西部のコートジボワールの複数の村や集落に、中国のロケットの破片が降り注いだという恐ろしい事故があった。中国はこの事故に対して、損害賠償には応じていないという。これさ、周囲を顧みない中国のやり口も問題だけど、そもそもルールがちゃんと作られてないってのが一番根っこの問題だよね。ペナルティがないんだから何やってもいい、みたいに考えるのって、多分中国だけじゃないじゃん。まあな、開発後進国が先進国に追いつくためには、手段を選んではいられないだろうからな。今後、もっともっと多くの国が宇宙開発産業に参入してくるとして、その中には自国の利益のために他国に損失を押し付ける国だってあるだろう。みんなは中国のロケット開発や、その事故についてどう思った、意見や感想があれば、ぜひコメント欄に書いていってね。毎度のことながら、チャンネル登録と高評価、メンバーシップの検討もよろしく頼むぜ。この、ゆっくり災難資料館、のチャンネル登録はもちろんだけど、サブチャンネルの、ゆっくりお金の学校、も合わせてチャンネル登録をしてくれると嬉しいわ。ぜひともお願いするぜ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。